開幕、まずネクロが2連勝で、アレクがここでカズヤ登場。さあ主人公ですが、決して強いキャラクターではないアレックス。このアレック業界を引っ張ってきたのはこのチームにいるゲンと、そしてカズヤ、この2枚です。さあそのうちの1枚、カズヤここで登場して勢いを止めていけるか。開幕思い切っている、ジャンプダイパンのスカシパワーボム。しかしネクロ側も大のデンジ。さあお互い気持ちが前に出る。タングジャック取るね、これダメージ取りに行った。画面端再び、ここはネクロのフィールドか。一度飛びをカードさせて、さあ距離を置いた、ターゲットを通す。5番パワーボム、ここは EX 暴れていった、投げて、さあ逃げ、バックジャンプからの中断だが、ここは当たっていない。フラッシュショップ、飛び落として、ジャンプ大パンからブーメランライド。さあ画面しか入れ替わる、ネクロの起き上がりが早い。ダッシュが先に投げたな、アレックがこれは相打ち、まだ持っていない、タッチチューパー。さあ暴れていたアレックが、まあ、第2ラウンド投げていく、再び投げ1回で一気に画面足持っていけるのもネクロの投げの特徴、かなりの距離持ってきます。しかしスタンピードでここは飛び込んでいく、入れ替わった。さあ相手の牽制が届くか届かないかの距離だが、ジャンプだけ EX フラッシュショップ、中盤大フラッ、ここで隙を見て出し投げ、5番中盤フラッシュ、ドリルブロッキングしているが、さあ投げたのはネクロバー、タッチ中盤、お互いゲージはフルにある、一気に持っていく可能性もあるが、レンジ確認のドエネク、ここは裏に回る。さあ再び、さあ投げの応酬、膝ヒットバックにしっかりできている、フラッシュショップ、膝 EX 中盤、さあどちら EXL をここで叩き込んでいった。流れを止めるのはやはりこの男、カズヤアレックス。